歌川国貞、だ、歌川国貞、だ、歌川国貞、だ、天命六年五月十九日、1786年6月15日、源氏元年十二月十五日、1865年1月12日は、江戸時代の浮世絵師。後の三代目、歌川報告。初代、歌川報告の文人。本名は、住田正五郎。後に肖像、に作りと改める。 画星として、歌を称す。号は、五、渡邸、文化八年から天保末、校長老、文政十年からカ所。和夫ョ、文化九年から、古都雷社、文化十年、北梅戸、不母山人、富持庵、桃樹園、王公、月原、文化八年、木、王、文久二年、国貞社報告、日なし報告、浮世、又平、不器用、 また平などがある。重長い首型の美人画が特徴。存命中と没後で評価が分かれる。高下元年、1844年の一応祭、報告襲名後は工房を安定させ大量の作品を版、作品の数は浮世絵師の中で最も多い。その作品数は1万点以上に及ぶと言われる。嘉永六年、1853年の江戸ことには、 王国に加保、似顔、国吉虫や、武者、広重名氏を、名所とある。天明6年、1786年、江戸本書の立川の五つ目に、私船の株を持つ、材木問屋の家に生まれた。聖家は、亀田屋と言い,い、父は、昌米と言った。15、6歳で報告の門下に入り、歌川を称し、後に国佐と名乗った。5、私邸の号は、 教科書の太田南畝から付けてもらったものと言われ、国貞は他の号を名乗るようになっても、この号を長く愛用してを、天保十四年、1843年まで使用している。文化四年、1807年22歳頃から美人画を描き始め、また、同じ文化四年に、警仏本、フローモン、お伊勢の角化粧は神という滝沢馬金作の合刊を書筆しいる。 文政8年1825年には絵本の挿絵も始めた。文化11年から文化12年頃の大東狂言のうち全9枚シリーズをはじめとする役者へはをも超えた作品と評価された。花房一丁に四粛しており、文十10年1827年頃より使用した校長老の号は一丁の長と一丁の名の信仰の功を取って付けたものであった。 天保元年1830年 A1K、AH、に指示して A1 とゴース。文政の後期頃から猫背首スタイルの美人画を描いている。歌川広重とが作した創部で五十三時においては三代目報告が歌舞伎役者などの人物を描き広重が風景を描いている。この創部で五十三時のうち赤坂の画中に A1 の楽観が見られる。 天保の改革により、美人が役者へに様々な制約が加えられたが、改革の抑圧が緩和すると、え営頃にはその反動で掘りすりの技術は一層高度に、極彩り、細密なものとなり、目を奪う、工芸美といえる、浮世絵版画が作られるようになっていった。天保15年、1844年正月、二代目、報告を称した。 同門の歌川豊重が二代目報告を襲名していたので実際には、国貞は三代目報告であり、現在も豊重特別する必要があることから、三代目報告とばれる。またその居託をもって、亀戸報告とも言う。校歌二年、1845年、啓発して名もに作りと改める。校歌三年、三代目、歌川国政を養子にして二代目。 歌川国貞を継がせ、文久2年、1862年の77歳、以降、清きなと号した。作画期が長く、その作品の量も膨大なものになっている。5、私て、国貞時代の美人画が、よく時代の粋な女性像を表現し得ている。また、文政12年、1841年刊行の、竜亭種彦作、ニセ紫中、 源氏の差し絵は、源氏絵ブームを巻き起こし、歌舞伎に影響するほどであった。この評判に隠れて、役者へは押されがちであるが、質量ともにやはり独自な世界を持っており、ことに、大首絵は、優れていた。国貞の肉質浮世絵も見落とせないが、また、国貞時代の春画も、彼の力量をよく、伝えるものであった。生涯出版した、春画版画の作品数も十四点と多く、 これは、経済衛星に次ぐ数である。代表作として、浮世なこと女づ思えこと鏡写しえ、当世美人号、当世美人流、三吉、次世江戸がの子、江戸名所百人美女、星の下当世風俗などといった美人画シリーズに収作があり、報告漫画図への役者へ三十枚も見逃せない。晩年には、歌川広重との合作のシリーズものも見られる。最晩年には、 大番役者への大首絵集を出している。現時元年、1865年に79歳で死去。墓所は、亀戸の光明寺にあり、墓も現存している。法明は、報告院邸匠が先進寺。弟子として、歌川貞秀、歌川忠景、歌川貞虎、歌川貞重、豊原国地下、二代目、歌川国貞宇歌川国紀など、神方では、 歌川貞弘宇歌川忠師匠などがおり、その画系は明治以降にも引き継がれた。二代目国貞は、門人の三代目、歌川国政、1823年から1880年、加永5年、1852年に、国貞の長女に入り向こし、二代目国貞を襲名した。さらに、明治3年、1870年、三代目報告を、称して、 騒ぎとなっている。実際には四代目報告であった。三代目国定は四代目、歌川国政。1848年から1920年。本名は、竹内秀久。幼名、北郎。幼少の折から、国定の門下に入り、国定没後は二代目国定に学ぶ。明治22年、1889年に三代目、国定を襲名した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。